ミス、おかえり。君か、おかえり。おかえりなさい。よし、こうして号令をかけるのもおそらく最後だ。みんな準備はいいか？あのいいですか？ニュクスを倒すしかないの分かってるけど、でも考えてみたらそれってやっぱり影時間を消すことなわけでしょ。前に領事君も自分が死んだら私たちの記憶が消えるって言ってた。ならニュクスを倒してもやっぱり私たちの記憶って消えちゃうのかも。
記憶が。確かに影時間やペルソナについての記憶は消えるかもしれない。でも私、そうなってもみんなのこと忘れない。そのことが私たちの思い出から何を奪おうとしても絶対忘れない。なんだよゆかりっち、張り目だろ。私だって忘れません。僕だって。私もです。心配するな、君の方が忘れても私が教えてやるさ。ああ大丈夫だ。よかった。よし、なら戦いの後何がどうなったって絶対みんなで会う約束にしようぜ。いいですね。でも会うってどこでです？寮とかじゃ当たり前すぎて忘れちゃうか。何もなければ戻ってくるわけだし。あ、そうだ、会う日も決めた方が良くないですか？そうだな、何か特別な日でもあれば。いっそ卒業式なんてどうです？先輩たちの卒業の日、影時間が消えた時記憶もその場で消えるとは限らないでしょ。なら時間を空けて約束しとかないと。それにこれ以上インパクトある日なんて他にないですし。なるほど、冴えてますねゆかりさん。卒業式ですか。確かにそれなら覚えやすいです。そっか、そりゃ確かに硬そうだな。その日にすっか。んじゃ場所は。再び平穏の戻ったこの街がよく見える場所がいいな。高いところ、あ、学校の屋上なんてどうでしょう。おお、ナイスアイデア。よし、決まりだな。今のみんなの気持ち、何があっても決して振り返らず、前だけ見て進もうという気持ち、記憶と一緒になくしてしまわないために、そこでまた必ず会おう。はい。待ちきれないか。よし、ではそろそろ行こう。一緒に私やります。頼りにしてるぜ。楽勝だ。ああ。